はい、おはようございます。しげもんです。どうも、ジャムの今日は3日目ですね。ちょっとね、1日目2日目がバタバタして動画撮れなかったんで、うちのブースをもう一回振り返ろうと思います。はい、僕の梅小路の周りに今回はレイアウトを置いてるんですけど、この阪急百貨店で置いてた時はこのモジュールだけだったんですが、今回はねちょっとスペース広く取ったんで周りにレールを引いてますね。ちょっと見てみよう。はい、今 C62 が来ましたけど、地上と高架の伏線から全部で4線ありますね。今下に山口号が来ましたけどね、ぐるっと回ってみよう。機関車が走ってて、であとはこの線形湖の周りを通るという感じですね。でぐるっと線形湖の後ろを通った高架の部分はこのように佐賀の山陰線を通るようになってます。ここね、すごい危険な橋がありますけど、突貫工事で作りましたね。ぐるっと回って、そして線形湖の前を通ります。だからここから見るとちょっと東海道線っぽい絵を撮れるかな。こっちを見ると佐賀の線っぽい絵を撮れるかな。あ、今103系が来ましたけどね、こんな感じです。うん、なかなかいいんちゃいますか。そして地上はここに以前動画で作った踏切と以前動画で工作した駅舎ですね。これも昔動画で作ったものを今回は持ってきましたね。はい、あとは過去の加工動画、これをダイジェストで流してます。こうです。線形湖部分を寄ってみるとこうですね。機関車も並んでて、この日照機、これビニール袋で作ったやつね。で転車台、こんな感じ。もちろんスチーム号も止まってます。はい、そして高架部分なんですけど、これはねあのプラレールの橋脚を使ってます。ちょっと外してみるとこうですね。上に 3D プリンターで作ったパーツをつけてるんで、加藤の高架にはまるようになってますね。ギャーよいしょ。まあ、これもちょっと後ほど動画にしようかなと思ってるやつですね。ほい、戻しとこう。あとは船工事の休憩所と給水塔、ヤシの木も載せてますね。ここら辺もね追って動画にしていこうと思ってます。いいね。久米札、これをいただいたんでちょっと置いてみよう。コピーやけどどこに置こうかな。じゃあどっかこの辺に。置いとこう。はい、六半さんの方に来ましたね。 Z ショーティーやね。うーん、リバティ。ちっこいですね。トレインテックさんのブースもありますね。お世話になってますね。今開発中の新幹線の運転画面ですね。 N700 のかなり良い。 0K もあるんですね。あーすごい、いい音鳴りますね。ちゃんと実写の音を使ってるみたいですね。これが電気機関車 EF63。マニアックですねこれも。ノッチを
あ、すごい、ちゃんとこのグラフィックアニメーションというかレバー動きますね。まあ、空転ボタンをオンにするとこれ実写と同じなので空転を始める。空転をオンにすると実写同様空転する。なのでこれ診断のやり方間違えると走らなくなる。あ、模型もちゃんと実写通りにしないと走らなくなるみたいですね。DD51 もあるし、これちっちゃいパックはこれは来月リリース予定。あ、これはぜひ見ていただきたいのが、はい、エンジンの始動が、ここを押すとエンジンが始動する。これはマスターキーをオンにしてセレクターでちゃんとやって余剰化しないといけない。めちゃくちゃ細かいですね。これでやっと動かせる状態になる。2画面なんですね。あのエンジンが前後のやつを別々にかけて。なるほどなるほど。この辺の CD もちゃんとこのように。あ、本当や。あとトレインテックさんのブーツでうちの YouTube 動画も流してくれてるみたいですね。ありがたいです。はい、トレインテックさんのブースにこのレサ VR の VR を見ると展望映像を見ることができる。これアプリになるんですか？はい、アプリケーションで無料で配信します。え、この映像も無料で見れるんですか？はい、え、そうなんや。レサ VR、ちょっとリンクをまた載せておこう。今タブレット見せてもらったんですけど、すごいですよね。電車の上を見たら上が映るのか、左を見たら左が映る。で、これ撮影方法もこだわりがあるんですよね。はい、運転手様より前のフロントガラスに設置していただいているので、はい、私はかぶりつきの展望映像と呼んでます。すごい。で、この運転台の方を見るとどうしたらいいんですかね。こうすると運転手が映ってないんですよね。はい、これはどういう仕組みでやってるんですか？背景を映さないように、やっぱり顔を映さないように配慮をさせていただいてるんですけど、360度ご覧いただけるように行っておりまして、例えばこちら函館ハイカラボですと後ろもご覧いただけるように。でも人が全然いないですよね。はい、こちらは360度で撮影した静止画の外側に展望映像をはめ込むというような。車内の中を360度で写真撮影して、はい、その画像の外側に映像を載せているんです。ようひらめきましたね。ありがとうございます。すごい。うちの技術スタッフが頑張りました。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひご覧になってみてください。ありがとうございます。はい、ジャムももう閉館の時間になりましたね。最終日5時です。お客さん帰っていくのか。いろんな人と会いましたね。じゃあ5時過ぎたらうちも撤収を始めたいと思います。出口の方にお待ちください。終わったね。これからは3日間終わったよ。作業を行います。よし、じゃあ片付けよう。はい、お家帰ってきましたね。ただいま。ジャムコンベンション3日間終えることができましたね。で、最終日は5時で終わりだったんですけど、荷物を梱包して引き受けが6時までに荷物を渡さないとダメだったんで、あれからすげえバタバタしてて、で帰りもね夜行バスを取ってたんで、なんやかんやしてたら、翌日の朝になりましたね。はい、まあ、無事終えれてよかったですね。うん、まあ、荷物はねまだ届いてないんで今何もない状態なんですけど、とりあえず多くのお客さんに見てもらえて、あと多くの視聴者さんと会えてよかったですね。中にはね、来てくださった際に僕がいなかったり、僕が他の人と喋ってたり、あとはなんか、しげも疲れてそうやから声かけずに帰りましたっていう方も Twitter でいたりしたんで、まあ、そこはちょっと申し訳ない。次こそは何か機会がありましたら、またお会いしたいですね。僕も来てくださってありがとうございますと感謝の気持ちを伝えたいので、まあ、お会いできなかったのはすごく申し訳ない。はい、まあ、ひとまずこれで今年の夏のイベント2つは終わりですね。阪急梅田と東京ビッグサイトね。多分動画がすげえ長くなってると思うけど、どんだけ使える素材があるのか、
というわけで今回は初めてジャムコンベンションに出展してみたよという話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさいなら。